guys! モンスターション TV! 始まりましたモンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガザラシということでやっていきましょう。今回はバロックワークスのその後についてお話をしていきたいなと思います。実はバロックワークス、その後にもいろんな話があるんですよね。マジでね、面白いですよ。まあそれについてはね、この後話をしていきたいなと思いますが、その前に朗報でございます。まさかのハンターハンターが、はい、復活でございますよ。連載スタートでございますよ。いやー、ついに来た。本当にね、これ超テンション上がりましたよね。5ヶ月ぶり、ね、5ヶ月ぶりに連載が始まるというこのハンターハンターでございますよ。どれだけみんな待ったことやらね、本当にこれは待ちました。しかも一気にビッグニュースでございますよ。9月22日のジャンプでね、こちら連載がスタート。そして10月4日でございます。コミックスが発売されますね。いや、コミックスもう思いっきり追いついてんじゃねえのって感じするよね。大丈夫って感じなんだけども、一気にこういったね、いい情報が来ました。本当にね、これは嬉しいです。昨日のね、夜中に僕これ見たんですね。寝る寸前にね、この情報を見て見事に眠気がぶっ飛びました。何をしてくれたんじゃいみたいな、こんな時間にこんな発表、あーでもよかったよかった、ハンターハンター来たみたいなね。おかげさまでもうテンション上がってね、変な時間に寝ちゃいました。いやでも面白いのがね、ツイッターでのみんなの反応なんだよね。その中でも一番面白いのが、毎回そうなんですよ。これね、前回も見たんですよね。5ヶ月前にも見た画像なんだけども、この画像ではね、二人の兄さんが話してるんだけど、ハンターハンターの連載が再開するっていう風に一人が言って、再開するとどうなるのって返すとね、はい、知らんのが救済が始まるっていう。めちゃくちゃ面白くないね。連載が始まって速攻で救済が始まるっていうね。いや、本当にね、これはね、まさにその通りでございます。まあ、早すぎやろっていうぐらいでも速攻救済始まりますからね。そうなんですよ。だから私としては今回、ハンターハンターが始まります。そうだね。まあまあまあ、2週ぐらいやってくれれば嬉しいなっていう2週ぐらいやってくれたら嬉しいなって気持ちでいれば、1ヶ月もしも連載が続いた時には、まあすごくテンション上がりますよね。まあそんなこんなでございますけども、ハンターハンターが戻ってくるということでね、私はすごく嬉しいですね。ハンターハンターもワンピース同様に何回も読み返しているね、大好きな漫画でございます。カラオケに行ったらね、やっぱハンターハンターの曲って今でもがっつり歌えますからね。それではここからバロックワークスのその後についてお話をしていきたいなと思います。扉絵シリーズからいきますが、今回のスタート、はい、懐かしきリトルガーデンでございますね。リトルガーデン、ジャングルの中に一戸建てっていう風にありますけど、この中で多分メンバーがみんななんとか窮地しのいでような感じなのかな。そして久しぶりに出てくるミスゴールデンウィークでございますね。ミスゴールデンウィークが出てきて、そして一緒にいるのがミスターファイブね、懐かしきミスターファイブ、そしてミスバレンタインでございます。この3人が一緒にいると、そしてニュースクールに届けられたニュースを見て、あら驚き、バロックワークスみんな捕まってしまったと。これは一大事だということで、まさかのね、ミスゴールデンウィークが監獄へ行こうということで助けに行こうとするんだよね。すごくない？まさかのあのだんまり決めているミスゴールデンウィークが意外と仲間思いみたいなね。そして彼女の能力、カラーストラップだよね、あれを使ってそこにいたプテラノドンみたいな感じかな、その鳥さんをね捕まえました。鳥というにはこれはちょっともう恐竜だよね。はい、プテラノドン的なやつを捕まえて味方にしてしまったとね。彼女の能力でそれができちゃいます。そして一緒に飛んでいくミスターファイブ、そしてミスバレンタインも一緒についていきます。そして相変わらず巨人たちは戦っておりますね。そんなこんなで監獄へ向かう彼らでございますが、まさかの嵐に襲われる。嵐に襲われるだけならまだしも、まさかのそこでカラーズトラップが消えてしまう。消えた結果鳥にそのまま捨てられちゃうよね。捨てられた先がまさかの休暇島というね、休暇島というところに落ちました。休暇島はまあ名前の通りそこで休暇できんのかなね。普通に平気でアイスクリーム買ったりとかもバカンスを楽しんでいるようなね、ミスゴールデンウィーク一行でございますが、その裏には海軍がおりますね。海軍がいて、そしてその海軍の正体、まさかのヒナたちでございますね。ヒナ、そしてフルボディ、ジャンゴも一緒にいますね。ヒナたちが一緒にいまして、まさかのそれに捕まってしまうのかという展開でございますけども、それじゃあまずいなと、まずいなということで、変装をする、変装をするんだけども、速攻で見破られてしまう。はい、捕まりますということでね、ミスバレンタインがまず捕まってしまうね。そしてミスターファイブがなんとか一瞬は逃げると。そしてミスターファイブのおかげでなんとかミスゴールデンウィークも逃げていくとね、逃げていくんだけども、やはりミスバレンタインが捕まって
ているのをそのまま放置するわけにはいかねえなということでちょっと困っているんだよね。そしてそこに現れるまさかのミスター3でございます。ミスター3が現れてからのミスター2も現れてしまうとすごい面白い展開になっております。そしてミスバレンタインが捕まっている、もう今処刑される寸前でございます。そしてそこになぜか現れるミスター3、ミスター3と一緒に自首しますという文字がね書かれた紙がありますね。ミスター3なぜ自首したんだと思えばまさかのそれがミスター2だったというね。ミスター2ここでも仲間思いを見せるわけでございますよね。偽ミスター3のオカマ拳法ということでね、ヒナと戦うミスター2ボンクレでございます。その間になんとかミスバレンタインを助けるミスター5、そしてミスゴールデンウィーク、そのまま海軍の船を奪って逃げ切ってしまうと、これはすごいよね。だけどこれで話は終わりません。彼らはやはりね捕まってしまったボスを助けようとするわけでございますよね。海軍の留置所へ捕まったふりをしていくわけでございますね。捕まったふりをして入って、そして久しぶりにボスたちと再会でございますね。バロックワークス全員ここで揃うわけでございますよね。もう一度やろうバロックワークスということでね、思いっきりそこの留置所を破壊してしまうと。だけどクロコダイルとミスターワンは気分が乗らねえということで出ていかないと。まあこれに関してはクロコダイルが気分が乗らねえって言ってそのまま留置所にいると、ミスターワンはどこまでも一緒についていくっていうような考えだよね。いやそこは逃げてもいいんじゃねえなと思うところではございますけども、結果としてはこのクロコダイルとミスターワンを除いてみんな逃げていくと。そして逃げた先で彼らはね面白い役職に就くんだよね。本当にこれ面白いんだけど、ミスゴールデンウィークが絵描きになります。そしてポーラ、ミスダブルフィンガーでございます。酒場のポーラに変身と。そしてモグラオバハンに関してはなぜかお姫様になるというね謎な展開でございます。そしてミスバレンタインでございますがチョコ屋さんになりましたね。チョコ屋さんになってミスター5、一番自分の役職と合ってないですね。なぜか消防士になっております。いや爆発する悪魔の実の能力者が消防士はダメだろうって感じだけどね。そしてミスター4ね、ミスター4がピザ4っていうものを始めましたね。即配ピザ屋さんでございます。そして犬でございます。ラスね、ラス戦車です戦車になりました。これさすがに面白すぎだよね。そしてなぜかその後に描かれているクロコダイルの海賊王、そして隣にいる英雄ミスターワンの絵、これねマジで面白いよ。ドアーズで見てみてマジで笑うから。これはまあなんだかんだクロコダイルとミスターワンは残って他のメンバーはそういう風にね逃げていったと。逃げていた先にはある廃墟を発見しましたね。その廃墟を綺麗にして、そこでみんなで始めたニュースパイダーズカフェでございますね。ニュースパイダーズカフェをここで初めてみんなが一緒に仕事をしているというね、素晴らしいよね。その頃クロコダイルとミスターワンの元にはミスター2、ミスター3がぶち込まれて、しっかりと凶悪犯罪者ということでインペルダウンにぶち込まれたわけでございます。そもそも留置所にねクロコダイルを置いておくっていうのがめちゃくちゃな話でございますけどね、ようやるなって感じだけどね。結果として現在他のバロックワークスのメンバーはみんなで一緒にニュースパイダーズカフェっていうものをやってるんだよね。これは本当に面白いなと思いましたよ。そして僕が前回出したシャッキーとミスダブルフィンガーのつながりなんだよね。両方ともそうやってお店で働いてるわけでございますよ。酒場で働く、カフェで働く、こういったつながりがあって、そして両方とももともと悪の道にいた、そして足を洗ったっていう現在の流れ、そしてめちゃくちゃ似ている、やはりここで何か家族のつながりがあるんじゃねえのなんて僕は思うんですよね。姉や母親ではないと思います。年齢は思いっきりシャッキーは離れてるんで、さらにもうおばあちゃん世代なんじゃねえかななんて私は考えております。バロックワークスのみんながそうやって今一緒に仕事をしてるって考えると面白いよね。まあ消防士のミスター5はもうめちゃくちゃとしか言いようがないけどね。いやいや君が出火原因ですからって感じだよね。いや本当にねキャラ一人一人を大切にしてるっていうのがワンピースからやっぱ伝わってくるじゃないですか。それっていうのは僕らとしてもすごい嬉しいんですよ。個々のキャラクターを愛すっていうところでも、一回出てきても出てこないじゃなくて、一回出てきたキャラクターがもう一回出てくるっていうのは本当に僕らとしてはすごく嬉しいなと思うんですよね。だからこそ未だに続いているワンピース、この先もずっと続いていくワンピース、素晴らしい作品でございますね。ということで今日はこの辺で締めていきましょう。改めてハンターハンターが出ますからね。さあ何週続くのか、これも考察を出すべきなのかな。何週で救済が入るのか、そしてガチな救済がどれぐらいで始まるのか、そういった考察を出すのもワンチャンかもしれないね。まあ僕の予想としてはまず一回やります、そして次いきなり休み挟んで次の回が来るみたいな、そんなのが来るんじゃないかなと思います。まあさすがにいきなりそう来なくても一回やって、もう一
一回やって休み挟むと思います。そしてまあ何回かそれを繰り返していきなりまた長期休暇を取るんじゃないかななんて、多分その期間としてはね半年以内にそれが来るんじゃないかなと私は考えております。ということで恒例になりますが、最後に皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。そして私のツイッターもフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれれば僕もフォロー返しますからね。 OK、 ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!